俺バトルなんて嫌いなんだよ。ヘアピンなのに減速しねえ。なんだ今の。挑戦されたら必ず受けなきゃなんないって、そういうの嫌いだし。何外からだと。ガムテープデスマッチでも何でもやってやる。ハンドルはなるべく切らないで曲がった方が早いのか。俺が抜かれるなんて理解できないんだよ。これは俺のバトルでしょう。俺は俺のために走るんです。勝てない。桁違いの怪物をバトルの相手に選んでしまった。奴は一戦ごとに進化している。あの、俺の方が早かったとはそんな風には絶対思っていませんから。藤原拓海、お前は早かったよ。また会おう。